Okay, guys, welcome back. Now we're gonna head into. So, where is it? This place. I don't know how to say it. Okay, I said it was a dark alleyway. There he is.呼んでねえだろな、警察。呼んでたらもう協力してやんねえからな、コンビ解消で。 おっと、この奥だ。さて、何が待ち受けてやがるかなっと。 Another one. マジかよ。こいつは新宿の地下と同じ。あの現象。 Damn, a girl stupid down here, the floor shaking or nothing. つうことは、イーターがいるってことか。そうだな。とにかく進んでみるか。しかし。 That's why he likes doing this. Yeah, how my Pokemon Digimon growing? Okay, they are right. Look at that girl. Mari! マリ、おい、マリっぺ、しっかりしろ。なんだってマリが、たまたま巻き込まれちまったのか。まさかあの後犯人に。ああ、分かってるって。俺たちがパニクっても仕方ねえよな。イーターを片付けてこの現象が消えりゃマリも元に戻るよな。 よし、じゃあ調査再開だ。他にも巻き込まれた人間がいるかもしれない。探してみようぜ。Whoa, all the missing. Oh, we got a farm expansion. About damn time we got something like that. 後悔するぜ。 案外大したことなかったな。スエド。おや、あなたたちですか。なんだってあんたがここに。まさか。 秋葉原でこの現象が起こるって予測してたとか。そのまさかです。研究は日進月。デジタルウェーブ状態をつぶさに観測することで。
シフトが発生する地域を特定できます。精度はまだまだですがね。シフト？この現象のことか？ええ、デジタルシフトとこの私が名付けました。なかなか趣のある響きですね。どことなく郷愁を刺さるような。ですがもう決めちゃいました。この現象はデジタルシフトです。名前はともかくだ、この現象が起きたということはイーターがいる。倒せば元に戻るんだよな。いかにも。前回お二方に実証してもらった通りです。あ、いやはやその説はどう。俺たちの他にも中に人間がいるんだけど、軒並み様子がおかしい。それもこの現象のせいなのか。いや、それはどうでしょう。デジタルシフトに巻き込まれただけであれば、肉体や精神に極端な影響が及ぶとは考えにくい。現に我々はピンピンしていますしね。さすがに長時間となると話は別かもしれませんが。じゃあ原因は他にあるんだな。イーターか、それとも逃しちまったデジモンか。まあ何が現実に起きたとしても不思議はないのがこの現象の最も興味深い特徴ですし、いかなる可能性も否定はできません。真相は自分の目で確かめるしかねえってことか。あ、花からそのつもりだけどな。えいえい、そうでしょうとも、そうでしょうとも。では私はこの付近をもう少し調査しておりますので、何かありましたらどうぞお気軽にお声掛けください。Oh man.I will get by the freaking television. Now we get over there.案外大したことなかったな。
with that guy. Definitely weird though. Whoa, who was that? Okay, that looked funny, I'm sorry. The blue hail? No, he did it! Just killed one of my Digimon off. Let me heal you. Oh yeah, I'm gonna heal you up. Yep, no I don't, you leveled up. The hell? あ
のデジモン。つうかなんだよあのデタラメなデカさ。真田くんもあいつらと一緒だね。私の作品を無意味にけなして、私の夢を邪魔して、バカにして、あざけって、恥ずかしめて、何事もなかったように笑って。こいつはヤバそうだぜ。私あいつらを笑えなくしてやったの。ここだと何でも私の思い通りになる。漫画に書いたことが本当になる。真田くんも笑えなくしてあげる。でも殺したりは絶対にしないよ。だって私の漫画が完成したら、お前らが私の読者に、私の漫画の虜になるんだから。それまでお願い、黙ってて。お願い、それまで何も見ないで、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 見ないで。見ないで、見ないで。What the hell? Thank you.
西野さん、俺あんたの漫画結構楽しみにしてたんだぜ。とにかく漫画を描くのが好きって感じがさ、俺は読むだけだからさ、そういう楽しみ方ができるあんたが羨ましいって思ってたんだ。それがこんなことになるなんてよ、正直信じらんねえつうか、信じたくねえつうか、気づけなくてすまねえ西野さん。 ただみんなに楽しんでもらいたくて、でも私の中で何かが膨らんで止められなかった。どうして私、どうして、まずい、逃げろ。 西野さん、てめえ許さねえ。厄介だな。 案外大したことなかったな。 解決しちまうとはな。一体どんな手を使ったんだ。しかし妙な事件だぜ。お前の通報で駆けつけてみれば、失踪者は全員無事。けど失踪中の記憶は一切なし。しかも犯人はぶっ倒れてて意識なし。どうやらエデン症候群になっちまってるらしい。 これじゃあまともに事情聴取なんざできやしねえっての。最近流行りの怪事件ってやつだな、こりゃ。つーかお前本当に何も知らねえんだろうな。あ？
前から事情聴取したら全部又吉さんにバレちまうからな。今回は見逃してやら。つうわけで行ってよし。又吉さんが来る前にとっとと消えろ。まあご協力感謝してやんよ。エデン症候群？西野さんが？イーターに襲われた西野さんがエデン症候群を発症した。イーターはデータを食らう。仮にデジタルシフトの中で人間も半デジタル化しているとすると、西野さんは半分だけ食われちまったのかも。データ化した意識だけ。エデンでイーターに自分のアバター、精神データを食われ、肉体だけが現実世界に残される。それがエデン症候群ってわけか。そうすると治療法はどうなる？イーターを倒せば食ったデータを吐き出す。いや、あのイーターを倒しても西野さんは意識を失ったままだ。ダメだ、情報が足りねえ。スウェードのおっさんを探し出して聞いてみるか。つうわけで俺もうちょいイーターとか追っかけてみるわ。そんじゃまたな。失踪事件に迷いが、巨大デジモンにイーター、なかなかの大冒険だったようだ。注目すべきは巨大化したというデジモンだな。デジモンに操られた男を思い出したまえ。彼はデジモンに影響されてしまったが、逆に彼女はデジモンに影響を及ぼしたのだろう。彼女の心の奥底にある妄執、承認欲求、そういった精神作用がデジモンを呼び寄せ、結びつき完全に支配してしまった。そして迷いがの発生で結びつきが強まり、超常的な力を発揮するに至った。彼女はハッカーではない。デジモンとも縁遠いごく一般的な人間だ。それでもデジモンを強化した上、刺激し今回の事件を引き起こした。人間の意識というものはかくも凄まじい力を秘めている。ともかく事件の解決はめでたい。ご苦労だったね。君は運だけでなく実力もしっかり備えつつある。頼もしい限りだ。しかし気になるのはスウェード明美の動向。迷いが内部は危険であるにもかかわらず、なぜ彼ほどの人材が単独で動いている。天才と呼ばれる人物の行動は凡人には計り得ないということか。だがそれは取りも直さず、我々に計り得ない動機があるとも言えよう。推理が憶測を呼び、飛躍が事実を置き去りにする。か、私も迷い込んでしまったのかもしれないな。思考と思考の迷いがに。Yes, please. No, you can't.
guys, I'm gonna stop here. I'm gonna be getting new Digimon to my party. Might as well let you guys see the Digivolution of Talmon. It looks very hard to know which one is which. Let's do a quick save before we do this, because I can't tell. Okay, here we go. She's white. Okay, that's good. Okay, that's how she looks now, so I'll see you guys next time.